キナイトのジュンさんです。今日はですね、 TVer プラットフォームシリーズパート 2TVer チェストプレスというテーマでお送りしたいと思います。おう、いやー、前回から始まりましたTVer プラットフォームシリーズなんですけれども、前回皆さんやってみました？ TVer ローイング、聞きはいいし、応用範囲は広いし、ほんとね、 TVer っていうのは使い勝手がいいんですね。今日ご紹介する TVer チェストプレス、これもですね、胸筋上部を狙うにはとてもね、有効な種目なんですね。皆さんご存知かと思いますが、大胸筋っていうのは上部、中部、下部と大きく3つに分かれます。停止、付着部は一緒なんですが、起始部が鎖骨部、胸骨部、肋骨部とね、分かれてるんですね。ですので、一般的にはね、ベンチプレスなどのトレーニングで全体的に鍛えればいいんですけれども、もう少しボディメイクを追求したい、あるいはコンテストで勝ちたいという方の場合は、やはり分けてトレーニングする方が効果的なんですね。で、大胸筋上部は鎖骨の2分の1ぐらい、内側2分の1ぐらいからこの腕の付け根についてます。で、筋層高、筋肉の方向はこう斜めなんですね。こういう感じです。ですので、腕も肘も外側から内側、上の方に三角形を描くように使ってあげると大胸筋上部が刺激されます。そして今日ご紹介する TVer チェストプレスはまさにですね、この腕の前、体の前でですね、バーを保持して斜め上に、肘見てください、外側から内側に上の方に押し上げてますよね。ですので、非常に大胸筋上部に刺激が入りやすい、とても有効な種目なんですね。というわけで今日は TVer チェストプレス、皆さんにご紹介したいと思います。そしてもう一つおまけに、 TVer を使ったTVer フロントプレスという肩のトレーニングもご紹介したいと思いますので、それでは早速行ってみましょう。どうぞ。さあ行くぞ。さあ、まずはセッティングから行きましょう。バーベルにプレートをつけます。以上です。簡単ですよね。で、足は肩幅よりも少し広く、バランスよく座りましょう。で、かかとの上にお尻を乗っけます。チェストプレスの場合はニュートラルよりもう少し胸を張ってね、下ろすときに胸の上にバーベルを乗っける、そんなイメージで行うと効果的です。で、フィニッシュで肘を内側に絞り切る、そうすると胸筋に刺激が入りやすいです。さあ行きましょう。続いて横から見ていきましょう。基本的には直立ですね、体まっすぐ立てます。そして押すときに少し後ろに反らせてますよね。こうすることで胸で押す感覚がつかみやすいかと思います。続いては TVer フロントショルダープレス、肩のトレーニングですね。三角筋の全部フロントを狙います。先ほどみたいに体を反らせると胸筋に逃げてしまいますから、体を前に倒して行うと肩に刺激が入りやすいです。最後は横から見ていきましょう。チェストプレスと違ってだいぶ体前に倒してますよね。そしてフィニッシュで頭を少し倒してます。こうするとより肩の収縮が強まります。で、肘はね、内側に絞るんではなくて上に押していく、その方が三角筋に入りやすいと僕は思います。最後はご一緒に。よし、いかがだったでしょうか。 TVer チェストプレスと TVer フロントプレス、使い方の違い分かりましたか。チェストプレス、大胸筋に効かせる場合は押すときに少し体を反らせることでさらに胸筋に刺激が入りやすくなります。一方、フロントプレス、肩の方ですね、こっちの方ですの場合は逆に体反らせてしまうと胸筋に刺激逃げてしまいますから、あえて体を突っ込んで頭も少し下げてね、こういう感じ、こういう感じ、そうすることで肩にしっかり重りが乗っかってくれます。この2つの違いを使い分けることでかっこいい胸の上、そして肩の前が出来上がりますので、ぜひですね、お試ししてください。今日の動画は以上になります。面白かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。それでは来週お会いしましょう。バイバイ。